動画の前に一ついいでしょうか。投稿飽きすぎてほんとごめん。いやー、7月から本腰入れて動画投稿してたんだけど、だんだん投稿頻度減って、とうとう今月はショート1本だけになってしまいました。いやー、申し訳ない申し訳ないと言いつつ、これからも不定期で上げていくのでよろしくお願いします。ナヒータが来たらやりたいことがあったんですよ。で、いつやろうかなーって迷ってたら、なんかいつの間にかガチャ変わってたよね。泣きそうです。そんなわけで今回やるのは、神様4人いたら目隠ししても螺旋12層余裕説プラス音なし。できる気がしない。簡単に説明すると、デンデン、ベンティ、ナヒーダ、勝利の4人で螺旋12層を目隠しと音なしでやります。うわ、どうしような。誰かと企画被ってたらやだな。軽くステータス紹介しましょうか。武器なんですけど、とりあえず全員モチーフ武器持たせてます。全員モチーフ武器です。破天じゃないとダメかな。というか武器のレベルも足んないんだよね。あとちょっとなんだけど、魔鉱石が足らんのよ。魔鉱石なんかねえよ。ステータスは適当に見てください。それじゃあやってくぞ。さてと、やってくか。とりあえず元素熟知でも上げとこうかな。いや、緊張するな。まあ1年以上原神やってるから多少は頑張れるんじゃないかなと建前ではそう思ってる。本当は無理だと思ってる。開始。開始できてるかなこれ。あ、怖っ。まず勝利。プレイ中結構喋ってたんだけど、画面も見えないし音も聞こえないから内容激薄の実況になってしまいました。なのでね、ちょっと声は後付けになります。早速映像の方見ていくんですけど、意外と戦えてますね。目隠しを楽しって言っても、キーボードの位置は触った感覚で覚えてるから結構しっかり動けてるんじゃないかな。たまに変な挙動するぐらいかな。ちょっと飛ばしてみましょうか。なんかピンチですね。柱登っちゃってるし。あ、死んでしまいます。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 そろそろいいかな。もう勝ったんじゃない。いや、勝ってんのかどうかわかんないけどさ、もしかしたら負けてるかもしんないけど。じゃあ外します。3、2、1。何か悩み事？え、どういう状況？俺の勝ち。なんで負けたか。勝利のシールドあっても、あの侵食だっけ、あれがあるから体力めちゃくちゃ減らされるんだよね。だからちょっとこれなんだけど、爆発使うと回復するじゃん。だからこれあったらだいぶ楽になるんじゃないかな。じゃあやっていくか。で、次ちょっとさっきアラームつけ忘れてたから、タイマー開始していきまーす。はい、まず勝利のシールドでしょ。爆発撃って撃ててんのかな今。なんかさ、さっきさ、あの柱に登ってたじゃん。あれの事故ちょっと減らしたいから。でも今本当どうなってるか分かんないから、事故減らしたいも何もどうすることもできないんだよな。さあ、多分爆発撃ってるでしょ今。スキル撃って爆発撃って、これ誰だ、ナヒーだか多分。でまだ3分経たないかな。ちょっと長いな、 この時間長いな。目隠ししてるからすっげえ3分長く感じるんだけど。死んでしまいます。死んでしまいます。死んでしまいます。うわ、終わった。よし、うるさい。はい、まだ目隠ししてます。じゃあ外します。いきます。はい、え、いや絶対負けたじゃんこれ。俺の勝ち、俺の勝ち、俺の勝ち、俺の勝ち。あのさ、カズハって風神ってことにできないかな。あとベネットも炎の神だよね。そうだよね、多分この編成でも文句言われないんじゃないかな。よーい、スタート。さあさあさあ、やってまいりました。
なんかキャラクターが変わってる気がするけど、気のせい気のせいってことにしてほしい。多分ね、あのままだと一生クリアできないんだわ。でもそれでも何をしてんのか分かんないって状況は変わんないから、いやほんとむずいんだよな。ちょっとみんなもやってほしいわ。いや、やんなくていいわ。こんなことやんなくていいわ。こんなことやってるだけで時間の無駄だから、やんなくていいわ。さあ今どんな状況なんだろうな。多分今ベネットの爆発使って、勝利のスキル使って爆発撃ってるとこだろう、そう思ってるけど、なんか毎回映像見た感じだと間違ってる部分が何箇所かあるからさ。さあ今どういう状況なんだろうな。きっとすごい優勢な状況で絶対に勝てる状況なんだろうな。いやー楽しみだな。うおー、びっくりした。あのさ、音がないからさ、突然アラーム鳴ってびっくりすんのよ。で、どうなってるかな？目隠し外します。3、2、1、ドン。お、クリアできてる。あ、すげえ。やったー、企画大成功、大成功だよ、ほんと。うん、よかったよかった。ちゃんとね、あの七神4人で頑張りましたから。はい、以上です。